わあすげえ綺麗な、やっぱ原神ってすごいグラフィックが。あっ、鶏肉落ちてる。ありがとう。ただあ、これもう無理っすね。これ無理っすね。これもう無理っすわ。あ、これもう無理っすね。あ、これもう無理っすね。人とやる原神ってこんなに楽しいんだ。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今日は宮田くんと大橋プリンが来ました。うわーさ、最近大橋くんテレビで見るんだけど、はい、もう全然言わないじゃん最近。いや、最近ね、なんか台本に書かれてないですよね。もうなんか台本に書かれてなくて、いや自分からも行こうかなと思ってるんですけど、うん、いや、やっぱりあのそこはちゃんと自分の名前ちゃんと言ってくださいっていうのがよくあるんですよ。最近ね、最近ちょこちょこだけですよ。言わしてもらうとこはいっぱいあるんですけども、そういうところも多いですね。なるほどね。でも今日ね、はい、差し入れでプリンくれて美味しかった。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと変わったプリンでね、あれ、うん、はい、美味しかった。ありがとうございます。黒蜜で。久しぶりに見たいな。あれ見たいな。もういいんですか。なんか最近テレビでなんかドラマとかでもさ、そうですね、なんか見たいんだけど。いいですか。うん、いきます。どうもプリン食べ過ぎたお尻プリンプリン、なにわ男子のリーダー大橋和也です。よろしくお願いします。いやー、やだ、久しぶりに見れた。ありがとうございます。ありがとうございます。そうや、じゃあドラマのあの番宣で出させてもらうときはあんまり言えないっす。なるほどね。そうなんですよ。ドラマ中もそのセリフないもんね。いや、ゾロないでしょ。絶対ないです。そうだ、福田っていう役ですから、あれは。あ、そうかそうかそうか。じゃあ今日2人でやるゲームを発表します。はい、原神でーす。よいしょー。はい、一回ね、お二人でやらせてもらったことありますよね。あってね、一番最初の、はい、ほんとチュートリアル、はい、やって、それから俺もね、そこでね、久々に原神やろうと思って、うん、それからまたやり始めたのよ。はい、で、大橋くん、それからや、僕もやり始めようと思って、うん、キャラが可愛いなと思うやつを、まあちょっと課金して、うんうん、あのやったんですけど、そっからドラマが入った後、一回もやってないです。いや、そうだよね、ドラマ入ると忙しくてね。いや、本当にできなくて、そっからできてないので、このコントローラー持った感触も久しぶりやなと思いました。あ、もうそんな忙しいんだ。はい、いえいえ、本当にゲームは久しぶりですね、僕。今日はですね、はい、僕あの自分のアカウントを持ってきました。ですよね。プリンはスタッフさんのアカウント。そうです、僕はスタッフさんのアカウントでやらせてもらいます。あ、いた。ちょっと気を抜きすぎてはダメよ。こいつはね、かっこいいんだよ。うわ、ちょっとストーリーのネタバレ言いたいけど、ね、やめとくわ。ストーリーもほんまにまだ序盤なんですよね、僕。うん、ランクも多分6とか7ぐらいやったような気がします。なるほどね。俺もね、まだ半分ぐらい進んでんので、俺は今日はこの北星ちゃんとモナ使っていきたいと思います。なるほど。僕は勝利とフィッシュルを使わせてもらいます、今回は。オッケー。じゃあね、ちょっと俺もう本当に完全にもう今回あの俺のアカウントで俺のやりたいことを大橋くんに協力してもらうっていうね、はいはい。いや、もう僕も協力っていう形なんですけども、やり方を覚えつつ原神をもっと楽しみたいなっていうのもあるんで。 あ、よかったよかった。本当に俺のアカウントでただただ付き合わされるさ。いや、マジでやり方忘れてるから本当に、はい、思い出すっていうね、僕の課題でもありますね。よかったよかった。パワハラみたいになっちゃうんじゃないかなと思ってドキドキしたんだけど。ほんまにやりたかったですよ、ほんまスタッフさんに言うぐらい。じゃあちょっとやっていきましょう。はい、お願いします。俺ね、レベル上げたいキャラクターがいて、はいはいはい、この子をね、ナナ、はい、ちゃんをレベル上げたいのよ。かわいい。かいしょ。はい、で、ナナちゃんのレベルを上げるためには、はい、このレベル今40なんだけど、はい、これ50までレベルの上限を上げるために解放するのに必要な素材がこれで。なるほどね。ルリ袋っていう素材を探しに行きたいんですよ。はい、あ、行きましょう。リーユへの崖で採集ってことなんで、一回崖行きましょう。わかりました。じゃあここのね、あっちの画面見える、はい、この天光山ってところ行ってみようか。わかりました。崖がありそうだよね。そうですね。じゃあ行ってみよう。はい、ワープ。お、崖がありそうじゃないか。よっしゃ。あ、ほんまや、上の方に来てる。そうで、ルリ袋探しましょう。探しましょう。じゃあついていきます。崖がありそうな方に。いや、プリンが案内してよ。え、僕が案内するんですか。なんか多分ありそうっすけどね。うん、採掘の、あ、なんかなかった。スイートフラワーしかなかったです。なるほど。あ、ぽいやつが、
これ、なんすかね、ミントや。ミント。ミントじゃないんだよ、俺が欲しいのは。ですよね。で、こういう意思系でもないんすもんね。うん。ちょっと、ここに敵いるの見える？見ます。ちょっと戦ってみるか。わかりました。33レベル、強そう。まあ、でも。あ、それね、一回キャラ変えて、はい、雷のキャラにして、はい、で、撃ったら、俺水だから、はい、あ、そういうことか。そう、ガードされてんね。めちゃめちゃガードされてんね。めっちゃガードされてます。めちゃめちゃガードされてる。あ、ほら、感電はい、来ましたね。お、いいね、1000食らったよ。後ろに回ったらいいってことですよね、こうやってハサミ撃ちで。あ、いいね、いいね、いいね。やば、2人でやるとめっちゃ楽よ。俺さ、フレンド1人もいないからずっと1人でやってる。あ、そうなんすか。これってあれなんですよね、ランクが16レベル16にならないと一緒にできないんですよね、これ。そう、大橋くん5とかでしょ、まだ。そうなんですよ、6、7ぐらいでした。崖に連れてってよ、俺を。崖ってどこ。崖に連れてってよ。崖ってどこ。じゃあ上の方行きますね、もう。OK。あ、なんかも、あ、モンスターおった、やば。これ、ね、モンスターおるとこイコールなんか、あ、なんか上の方にありますね。あ、ある、ありそう、ありそうっすね。あ、撃たれた、撃たれた。撃たれてるよ、気をつけて。あの、ただの攻撃じゃなくてさ、はい、あの、属性の攻撃覚えてる？属性、ある、あ、違う、この三角のやつとかですか。ちょっとね、俺ってキーボードとマウスやってるからね、ちょっと操作方法が違うんだけど。やばいやばいやばい、俺、何これ、何やってんの俺これ。大丈夫か。大丈夫ですかね、俺。あ、でもダメージ与えてるじゃん。大丈夫ですか。お、いいね、いいね、いいね。今こいつを水にしてるから。あ、ありがとう、ありがとうございます。で、こっちの崖の方登ってみる。行きます。あるかな。ついていきます。ゲージに気をつけるんだぞ。ゲージに気をつけて登るんだぞ。わかりました、しっかり良くしよう。あ、でもなんかありそうな予感っすよね。おー、崖の上来ました。上の方来てる。だいたい感覚は取り戻してきたかな。そうっすね。上の方にないんすかね。でも結構難しいあれなんですか、それ。ちょっとさ、あの食材が。ネットでさ、ルリ袋どこにあるか調べてみていい？もう、もう、それっすか。もう、いい、もういいっすよね。やっぱね、あの、テンポよく行きたいじゃん。テンポよく行きたいですね。原神、ルリ袋。僕もよく、あの、探します。やるよね。ネットで。あー、ルリ袋買えるんだ。でもやっぱ取り行きたいよな。そうっすね。この辺っすね。ここ行きましょう。あ、わかりました、ここです。よし、この辺っぽいよ。この辺っぽいですか。この辺に、あ、あれじゃない、崖に生えてるやつ見えるかい。どこですか、こっちですか。あれ、あれだけちょっと取ってきていい。あ、OK です。よいしょ、ほらほら、俺んとこに。あ、あれですか。あ、これですか。これだ、ありました、ルリ袋。あと9個欲しいな。やっと1個、やっと1個っすよ、それ。よしよしよし。でも崖に生えてるってことですよね。そういうことだね。結構ですよね。やべ、敵に見つかった。え、だるいだるいだるい、戦うのだるい、戦うのだるい、戦うのだるい。下にいるんですか今。ああ、下来たらいっぱいいるわ。あ、行きます。あ、だるい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 、行きます、戦います。やった、よいしょ。よし、今ね、3つ手に入れたから、はい、あ、そうなんですか。そうよ、ルリ袋3つ。早っ。よし、次のポイントネットで調べるぞ。早い。この辺りの崖に、さっきみたいに壁に生えているんじゃないか。ちょっと探しますね、上に見ながら。あ、あと、あ、ちゃう、いざ、あった。あ、生えてる、あれだ。生えてますよね、これや。あ、俺が手に入れて大丈夫ですか。なくなったケースか。
なくなったケースすいませんすいませんごめんなさい俺が受けた俺がとてもだでもこっちに2つあったからああもう取ってくださいぜひいただきますぜひ取ってください、 いただきます。すいません1個手に入れましょうか7の限界突破できるよそれでいきますか。一緒に冒険すると楽しいね。一緒っていいですよね。ねえ、六花の池っていうところがあるんだけど。六花の池。こっから飛ぶには結構距離あるぞ。よし。まあでも行っちゃおう。行きましょう。うわあすげえ。綺麗なやっぱ原神って。ねえ。すっごいグラフィックがいいな。こういうとこ住んでみたいな。本当？住んでみたいっすね。アマゾン全然来ないですよ多分ここ住んでたら。おお敵がいっぱい出てきた。気をつけろ気をつけろ。よし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 。人とやる原神ってこんなに楽しいんだ。あったありました。あったあったよかった。うわーやべえなんか敵出てきた。どこですかどこですか。行きます行きます。あんまやそっち行きます。この隙に登って上から上から弓で撃ってくれ。やばいスライムごときになんか必殺技使ってもだ。あ大丈夫俺もさっき使った。ほら見てくれ2つあるんだよ、ここの崖に。あ、ここにもありますよ。お、僕のとこマジで一番今、てっぺんにいます、僕。どこや。よし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 、2個取ったぞ。あ、てっぺんにいる。今、てっぺんにいて。もうすぐだ。よっと、あった、これだね。あ、多分あ、手に入れたかな。よし、これでいけるかな。これここもありますよね、これ。ちょあと1個なの、あと1個なの。あ、ここにありますよ、多分。どれ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 。僕の方教えて教えて教えて。僕の方来てください。どこっちです、こっちです。これ下向いたら光ってるの分かる。あったありますよね、これ。行ってきます。来たゲットー。ありがとうございます。よいしょ。よし、じゃあっとちょっと見ててみ。ナナちゃん突破します。突破したらどうなんやろ。いくよ、はい、こうやってこの素材が全部集まると、はい、レベルの上限がアップします。いい突破。よいしょ。よいしょ。これでレベル50になれる。じゃ、ちょっと久々に戦いに行きましょうか。そうですね。僕まだそんなに戦ってないんで。風元素のボスみたいな。はいはいはい。こいつを倒しに行こうと思っております。キャラ一個変えるね。わかりました。この、よいみやちゃんにしました。わかりました。風には炎と雷がいいんですか？いや、まあ、なんだろうな。何と合わすかかな。水と雷で感電とかあるのよ、はいはい、原神ってそこが面白いですよね。そうそうそう。2人でとか3人。あ、待ってください。鳥ですよね。鳥倒してくれ。行きました。おい今逃げなかった。あ、逃げたんすか。ちょっと待って、ちょっと待って。撃ったと思ったのに今。あ、鳥肉落ちてる。ありがとうございます。ありがとうございます。俺も拾います。スライム出てきたよ。お前かわいい。あのスライム29モラム持ってたな。お金、モンスターがお金持ってるのって不思議じゃない。不思議ですよね、使わないのに。子供の頃からずっと持ってんだよね。ちょっと次の戦おうとしてるやつは、はい、結構あれなのよ。あのちょっと戦い方、倒し方があって、はい、風元素のマークみたいなやつ出してくんだけど、はい、それを使って相手は回復しようとするんだよ、はい、だから先にその風元素のマークみたいなやつを取っちゃうの。あ、なるほど。そしたら相手がもう回復できなくなって、はいはいはい、もうひたすら攻撃できるから。
よし、リンゴ取っとけ、リンゴ取っとけ。取ってきます。よし。よし。弓の方がいいかもしんないな。わかりました。あんまり近づかない方がいいから。いきます。よし、行こう。近づいたらいいんですか。弓打っちゃえ、弓でもう打っちゃえ、打っちゃえ。いきます。うん。大食らわないけど。全然食らわ攻撃した直後に、あの周りの岩がなくなるのね。あ、なるほど。離れて離れて。これは巣。で、今、これが裸になってる状態で、なるほど。時に攻撃するっていう。だから避けて、攻撃直後に攻撃するっていうね。そういうやり方があるんですね。おお、痛そう。避けて、今。この周りのブロックがなくなった時に。よし、避ける番ですよ。避けますぜ。いやー、ガンガンに狙われてるわ。あ、次俺。おー、来た、なんか。おー、風すごい。この風も避けて。避けます。おー、すげえ。ただただ攻撃してても勝てないから、倒し方があるからね。なるほど。で、今攻撃チャンス。これ何なんですか、宙に浮いてるやつ。そう、あれをね、先に取るのよ。相手が回復するときにね。なるほど。よし、あとちょっとだ。よいしょ。あ、今これで空飛んで、はい、あの、この飛んでる緑のこのオーブを全部奪うんです。なるほど。取った。え、何個か取った。あ、取りました。 OK。 そしたらもうこいつは回復できない。よいしょ。よし、あとはもう攻撃するだけだ。これいけますね。もういけそうな気がする。きた。あとちょっと、とどめを刺すんだ。いけるいけるいける。おー、倒した。いけたいけた。おー、きた。で、この真ん中に木が生えているから、はい、これを花に接触してください。はい。あ、40個やっていけるのかな。それを使って。おー、捕まれた。アイテム獲得。よいしょ。あ、すげえ。あ、経験値もいっぱいや。おー、すげえ。いっぱいもらえた。いっぱいもらいました。俺はやる人がいないから、いつもあいつと一人で戦ってんのよ家で。純粋精霊ってところ行こう。これまたね、面白い敵なのよ。え、なんか攻略とかあるんですか。まあ、攻略はね、はい、ひたすらね、その精霊が出してくるやつを倒し続ければいいんだけど、はいはいはい、こうやってああやって人がいたらね、こう弓を撃って逃げるっていうね。いやいや、ダメでしょ、全然。あ、そこそこ。絶対ダメでしょ、それ。それ、気づいてないけど、あのおっちゃん。よし、見えるかい？見えます。あの下だ。あ、これ、あ、ほんまや。あそこが、でか泳いでいくとこなんだけど。はい。上から行くんですか？まあまあまあ。今日は上から行きましょう。次は下から行きましょう。花火が濡れてまう。どっかに隠れな。雨に、雨、間に合わへん。すごいな、ええな、うん、色味も似てる、兄弟みたい。行ってみようか。行きますか。はい、で、ここの水のところに触れれば、はい、戦いが始まるんで。あ、俺か、俺がやんないといけないか、挑戦。あ、行きました。お、来た。何何何何、怖い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 。それとも計画の水を犯すもの。これが純粋精霊ローデシア。まずこう、ほら、こっから出てくるでしょ。あいつをと戦うわけですよ。あ、やべ、俺なんか弓にすればよかった。全然攻撃で当たんねえわ。これ当たんないですよね。これ当たんないわ。これダメだな。これダメっすね。これダメだな。僕しかもどっちも剣なんで。俺もどっちも剣なんだけど、これチーム編成できないな。これもう戦い始まっちゃってるから。もう無理っすね。あ、これもう無理っすね。これ無理っすね。あ、これもう無理っすわ。あ、これもう無理っすね。あ、これもう無理っすね。どうやります、これ。あ、どうします。どうします。あー、ね、よし、大橋くん。はい。逃げよう。逃げましょう。よし、こちら。ついていきます。こちら、ついていきます。よし、泳いで逃げるぞ。これ逃げれるんですか、これ。よしよし。よしよし。はい、逃げました。危ない危ない危ない。危な、俺もゲージもやばかった。弓のキャラの方がいいね。そうっすね。
変えましょう。変えよう。指のキャラで行こう。やっぱね、冒険にこういうことはつきものですよね。そうですね。トラブルはね。これを知って初めてね。だフィッシュルで行きます。オッケー。行きますか。はい、行きましょう。挑戦。よっしゃ、来ました。からの資格か、それとも計策の水を犯すものか。もう撃ちょ。全然食らわないですね。純粋はあらゆる形へと変化する。よし、この水の力で裁きを。鳥が来たぞ。よいしょ。どん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 。下にいますよ。こいつらずっと下にいます。本当だ。飛べよ。はぁ、そこは飛べよ。ずっと下におった。今見てたらなんで。あ、上もこれ下におる。やば。いや、しかも歩いとるし。飛べよ。いやいやいや、そこは飛んでくれよ。歩いてる、ほんまに。ほら、どうする、逃げる。これ逃げるんですか、これ。剣で行くと飛ぶ、他で行くと飛ばないって。飛ばないっていうのあるんですかね。あ、まだ座ってんな。やば。いや、なんかぶっといの来たね。なんかね、なんか俺だけめっちゃ追っかけられてんだけど。僕離れて今撃ってます。あ、一匹倒した。あ、倒しました。いや、完全した。あー、食らっちゃった。よいしょ。めっちゃ追いかけられてません？うん、俺鳥にモテんだな。え、それいいな。あ、倒せましたね。あらす。え、なにこれ、なんか、あー、あ、食らってる。戦闘態勢に入りました。あ、なんか、カニ？カニだ。カニ、カニ、カニ。あー、鳥も来た。な、足長、足長なってる鳥。やばいやばい。こいつ狙い。やばいな、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 やばいな。よいしょー。足中取り、あ、消えた。あ、やばいやばい。カニにも好かれてません？宮田くん。あ、カニにも好かれてるんだ。カニにも好かれてません。俺絶対来ないぞ。その上、死んじゃった。あれ？ショックだな。死んじゃったんですか？死んじゃった。あ、待って。あ、俺どっちも死んでるわ。え、マジですか？え、僕一人ですか？え、すいません。え、違う違う違う、おかしいです、おかしいです、おかしいです。おかしいです、おかしいです。頑張って、頑張って、頑張って。え、やばいですよ、今。あの、ちょっとだから、俺戦闘になっちゃった。ちょっと待ってよ。俺の方が原神やってんのに、俺の方が下手な感じ出ちゃってんじゃん。いや、それはないですよ。本当？はい。いやー。見応えあるね。倒して倒して。静かな水を求めることも許されぬ。倒したじゃん。あ、倒したんすか。しかし、いつの間に。川や湖もあり。じゃあ俺は七天神像で待ってるね。わかりました。獲得しました。あざす、あざす。よっしゃ、水祭りの冠いただきました、新規で。ありがとうございます。あざす、あざす。いやー。冒険はいろいろあるね。そうですね。なんか俺やってる感出してごめんね。いや、そう。いや、一個言っていいですか、うん、モンスターにめっちゃ好かれてませんでした。僕の方毎回来なかったんですよ、一回も。なんか遠くの方でずっと打ってたから。あ、なるほどね。すごいありがたかったです、本当に。いや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 。先導を切って。でも、どうだった？久々の原神。いや、めっちゃ楽しいですね。やっぱりキャラクターがいっぱいいるのもあるんですけど、こうやって2人でやって、うんうん、まあ、水とか雷で感電させたりとかも、うん。結構ストーリー泣けるよ。マジっすか？うん、結構。え、今でも全部やったんですか？俺半分ぐらい泣ける。半分でも泣けるんですか？この人は、はい。この街のことを考えてこういう行動をしてたんだとかって。うん、なんか泣ける RPG 好きなの俺。はい。まさにこれ。え、これですか？うん、これ。マジですか？うん。まだほんまにランク7なんで、ずっとやっていったら、そういうシナリオがいっぱい出てくる、ね。出てくる、出てくる。あのね。え、やろう。この動画がいいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします！お願いします！またねー！またねー。